鉄崎幹人、愛してやまないものについて語り尽くすコーナーです。なんて、もう一回言いなさいよ。鉄崎幹人、愛してやまないものについて語り尽くす午後の鉄板。月曜日は生物や植物、自然、農業などにスポットを当てたクローズアップ生き物。今日のテーマは最強最悪の外来種、長江鶴のゲイトウ。はい、失礼しました。はい、モーキンスカベージャンスカもう一回モーキンスカベンジャーさんから今回長江鶴のゲイトウを取り上げていただきありがとうございます。はい、前にニュースで見てとても気になっていたので、どこから柿田川にやってきてどのくらいの繁殖力なのか、柿田川の生態系に及ぼす影響などを教えてください。そうなんですよ、これね、長江鶴のゲイトウ、ちょっと名前だけでも皆さん難しいけど覚えておいてくださいね。はい、現在世界中に外来種として定着しています。そして地球上で最悪の侵略的植物と言われています。へえ、すごいですよこれ。植物で最悪とかあるんですか？そう、地球上で最悪の侵略的植物と呼ばれています。南米原産の多年草、あの種を持ってないんですよ、種子持ってないんですよ。え、そうであれば、え、だったらそんなに勢力広げないのではと思いきや、なぜ最悪の侵略的植物と呼ばれているのか。はい、まず茎が非常にちぎれやすいです。でそのちぎれた切れ端から再生します。そしてどんどん拡散していきます。だからね、ウイルスだと思ってください。ウイルスだと思ってください。はい、で、まあ、河川とか池で大群落となって、もう一面水面を覆ってしまいます。もう完全に他の植物を駆逐していきます。そしてさらに水陸両生です。だから水でも陸でも行けるんですよ。なので水から来て陸に上がっていって、田んぼのあぜだとか畑にも侵入していきます。さらに乾燥にも強く、農薬にも強く、耐塩性も強いんです。つまり海の塩水にも強いという、もう向かうところ敵なしの植物なんですわ。本当ですね。はい、だからまあこれが定着してしまうと莫大な生態系被害、農業被害が出るということですね。まあ、例えばこれが水面を覆うと、もう光合成ができなくなりますから、他の植物がね、当然他の植物を駆逐していきます。それから水田に入り込んだらわーっと繁茂しますから、米の収穫ができなくなります。さらに水路も塞いでしまうとか、まあ、さっき言ったように農薬が極めて効きづらいとか。じゃあ駆除すればいいじゃんと思いますけども、これね、茎が4ミリほどなんですけど、はい、中が空洞になってるんですよ。うん、だからものすごいこうすぐプチプチで切れちゃう。でさらに水に浮きます。だから切れた茎の切れ端が水に浮いて流れ着いた先で繁殖します。うえー、強ー。だからウイルスなんです本当に。はい、でしかも陸地でも海の砂浜でも育ちますから。で根っこをものすごい土の中深くまで伸ばすので、例えばじゃあ引き抜いて駆除しますよね普通ね。引き抜いて駆除しようとしても、わずかでもかけらが残っていたらそこから再生します。また怖い、はい、怖すぎる。なので、まあ、駆除にはね専門的な技術が必要なんですね。例えば特定外来生物のオオキンケイギクみたいなものはもう市民の協力仰いで、じゃあ皆さんでオオキンケイギクの駆除にご協力くださいって言って、じゃあみんなで日曜日に抜きましょうって実はできるんですよ。でもこの植物は下手に駆除すると逆に広げてしまう恐れがある。さっき言ったように茎がポーンと折れちゃったやつがどっかに行っちゃったりとか、根っこが残ったりとか、はい、だから市民の協力を仰ぐのも難しい。だからまあじゃあどうしたらいいか、もう繁殖した場合はもう周りにとにかく網を張った上で、もう絶対に そこの駆除場所から広げないという条件のもとでやること。それからまあ水面の場合は完全に遮光シート 100% の遮光シートで覆うこと、まあ、さらには重機です。やっぱり重機でもう土ごと根こそぎ完全除去、重機で、もうそれぐらいしかないんじゃないかなと。ただ
じゃあその重機使いました、あれでどっか持ってきました、でそこの元の場所に戻ってきました、その時に茎とか切れ端が重機についてたら、タイヤについてたらアウトですからね。農業用機械でもちょっとでも切れ端がついたらまたそこで広がりますから。これ静岡県ではねもう入り込んでおります。2020年の夏、静岡市の浅畑遊水地でこれの駆除がもう行われました。まあその時のね国立環境研究所、それから、浅畑ウェットランドクラブの皆さん、そして東邦大学の皆さん、本当にご苦労様でした。浅畑遊水地入っております。さらに去年の8月、はい、清水町の柿田川で初確認されました。もうすでに2回駆除してます。でも2回駆除したのにその後も同じ場所でもう繁殖してます。駆除したのに同じ場所で、で現在3回目の駆除作業が終わったところです。まあこれも皆さん本当にご苦労様でした。このまま放っておくと柿田川が合流する、今度は鹿野川にも広がっていくんですよね。で鹿野川からずっと流域に広がる恐れがあります。だから出たと思ったらその時点で止めないといけない、この植物は。で全国に誇るべき清流柿田川のシンボル三島バイカモが全滅する恐れがあります、柿田川に繁茂してしまったら、はい、で現在皆さんの努力によってかなり繁殖は抑えられている状態ではあるんですが、まあ、さっきも言ったように2回駆除してもう今すぐ生えてくるということで、定期的に続けないといけないんですね、これね。で定期的にやんないともう目を離した隙にあっという間に繁茂してしまう。でも今ならねまだ食い止められる状態だと思います。じゃあそのためには何が必要か、予算なんですよ、本当に。これはちなみに滋賀県はこれの駆除のために年間3億円の予算つけてます。これね行政ってね農業被害が出てからしか動かないことがよくあるんですよ、はい、でももうそれ遅いんですこの植物は、ここにで見つかったっていう時点でとにかく早めにやんないと、しかも重機使わなきゃいけないから、お金かかるのよ。そうですね。で、すぐ予算をつけて、本当にこれも早い段階で予算をつけて叩かないとダメなんですこれ、農業被害が出てからで遅いんですという。本当に最強最悪の侵略的植物長谷ツルノゲイトウ、これがなぜ日本に入ってきたか、観賞用、まあ、もしくは魚の飼育用の水草です。へー、最初は本当にそんなもんですよ、一株二株ですよ。それがここまで問題になってるわけです。だからペットショップの責任は極めて大きい。いや気をつけてますってみんな売ってますよ、爬虫類でも両生類でもね、はい、でも魚類や爬虫類だけじゃない、こうした水草の販売も本当に細心の注意を払って売らないとこういうことになるのよ。ホテイアオイなんて普通に売っちゃってますからね。ホテイアオイだって大繁茂しますよ、でものすごい水を汚しますよホテイアオイは。だもうねペットショップには本当に声を大にして言いたい、という長江鶴のゲイトウという、ちょっと皆さんだからこれはね情報が必要なんですね。花はね白爪草みたいな、まあちょっと可愛らしい白い花なんですけど、まあ、ちょっとこれは写真を一回見てもらって、まあ、皆さんの周りの水辺もしくは水辺の近くの場所で土の場所であれこれそうじゃないかなっていうのは早く情報共有して、で一刻も早くこれ行政を動かして徹底的に駆除をしないといけないという。なんでまあ皆さんの情報をまたね見つけたらすぐに教えてください。すごいでしょ、植物って。本当ですね、うん、いや怖いなと思いました。まあね、何度も言いますか、もうウイルスのように繁殖していくということだけちょっと覚えておいてくださいね、なんかこう植物ってあるだけ、存在だけでこうやっぱ二酸化炭素を酸素に変えてくれるみたいな、
イメージがあったんですけど、やっぱ他の植物を、ね、こう侵略しちゃうっていうのは怖いところでありますよね。そうですね、まあ、どんな生き物植物だってやっぱ自分が生きていくために他を滅ぼしていくっていうのは、まあ、自然の摂理ではあるからね、まあ、どんな植物でもあればいいっていうものではなくて、今までなかったところにいてはいけない植物というのもあるということですね、はい、今日はそんな長江ツルノゲイトウという植物を紹介しました。クローズアップ生き物でした。